かせたネズミたち、彼女たちに今夜も試練が。お腹減ったでちゅー。全然餌食べてないちゅー。ちゅー、甘いもの食べたいちゅー。ちゅー、やせ細って死んじゃうちゅー。ちゅー。ちゅー、ちゅー、今日もちゅーちゅーやかましいにゃー。俺たちはキャットボーイズだ。にゃにゃ。めっこいいらしい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 。勝利受け誰かよ。猫ひろしのギャグ俺あんま知らんのよお前。あーやるかお前。また今日も高木淳二さんが来とらんわけよ。そう。今日はね、なんか七夕の夜けん星見るっていう。仕方ない。仕方ないって。そうそう。とにかくあまりにもお前らがうるさいから、今日も特別に俺たちが美味しいスイーツを持ってきたにゃー。そう、これから出すお題をクリアすれば美味しいスイーツをゲット。しかし失敗すると粉まみれだっちゅう。さあ、今回成功した場合、お前らに与えられるスイーツはこれ。メンバーが騒ぐのも無理はない。今回のご褒美スイーチは今最も行列ができると言われるスイーチ店モンシュッシュの堂島ロール。ふわっふわの生地と上品な甘さのホイップクリームが最高のハーモニーを生み出すのだ。では早速。うわーお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 ーしかっぱうまさあこのスイーチを食べなければこれから出るお題をクリアしてみた。仲悪いよ仲悪いからね。同じチームじゃないから仲悪いよ。やめろにゃ。やめろにゃ。やめろにゃ。はい、やめろにゃ。さあ、落ち着こう。見てください、この緊張感。そうですよ。AKB のみんなもかなりビビっておりますけども。ね。はいはい。見てもらった通り、めちゃくちゃ気合いの入ったバリバリのヤンキーの皆さんに来てもらいました。予想はついてると思いますけども、今回のお題はこちら。本物のヤンキーを的中せよ。そう、この5人のヤンキーのうち1人は真っ赤な偽物。ネズミたちは本物のヤンキーを1人ずつ選び、偽物を最後まで残せばスイーツゲット。しかし偽物を選んでしまうと連帯責任、全員粉にまみれてもらうんだっちゅう。最初の挑戦者はじゃあ前田。はい、前田に出されるヒントはこちら。自己紹介。ヤンキーは第一印象が大切やから、はいはい、気合いの入った自己紹介を今からやっていきますんで、さあ、じゃあまず1番の方から自己紹介の方お願いします。茨城小浜ジャニーから来た山田洋介で。茨城から来たんですか。あ、なんだ、誰なんだ。茨城から来たんだよ。じゃあ続いて2番の方。横浜から来た上野だ。上野さんどうした前田。前田がおかしくなった。何がおかしい。何でもないです。何でもない。ほらもうビビってもう質問もできんくなった。じゃあ続いて3番の方。栃木儲からんの二平で。はいじゃねえんだよバカ野郎。さっきチョコレート食ったからお前歯にチョコレートついてんだよ俺この野郎ってな。マジで。じゃあ続いて4番の方自己紹介のお願いします。栃木宇都宮から来た、洋乱暴令の割合大蔵だこの野郎。酔っ払ってるんですか。酔っ払ってない。
酔っ払ってねえこの野郎バカ酔っ払ってねえこの野郎酔っ払ってますよね酔っ払ってねえこの野郎舐めてんじゃねえぞこれ年齢はいくつですか年齢18だよ18だよ嘘だえこの中で18歳誰え誰同級生大江智美と並みちなみに同級生らしいけどだからなんだよひどいひどいだからなんだよはいじゃあ続いて最後じゃあ5番の方自己紹介のお願いします宇都宮から来た亡霊の下妻ではいいくつですかいくつ17じゃあ、はい今の聞いて前田はい彼女はいますか彼女は誰に聞きたい彼女全員全員に、はい、彼女いますか余ったるもいねえよそんな余ったるもいねえよ今の方彼女いますかいないいないお3番の方彼女はいないいないじゃあ4番の方彼女いらっしゃいますかコアだから作ったことねえやん、女なんか笑ってますよね笑ってますよねちょっと見下してもいいかなうっせぇこのパワーがなさあ、じゃあ5番の方、はい、彼女はいらっしゃいますか関係ねえだろあら関係ねえだろさあ、じゃあ前田、はい、答えの方どうぞ本物のヤンキーさんは、うん、3番だと思います3番、うん、理由は、うん、なんかずっと周りを睨んでる気がするんですよなんかよく見てるで、一人だけ洋服がすごいボロボロじゃないですか靴もねなるほどねはいよっしゃ3番を本物のヤンキーだと予想した前やつネズミは3番の穴へ偽物なら粉まみれさあそれでは3番は本物のヤンキーなんでしょうかお3番は本物か偽物かこれは偽物じゃねえからねよ。AKB を虜にした彼は本物のヤンキーさん。本物は残り3人。さあ続いては。はい。大島。はい、マイマイです。じゃあ大島に出すヒントはこちら。自慢。おお。まあね、ヤンキーはね、これだけは負けられないというものは必ずありますからそうですね今回は一人ずつそんな自慢を発表してもらいたいと思いますはいじゃあまた、1番の方から、自慢全国の県庁所在地を言えることだよえ全国の県庁所在地を言えるってことですか、うん、それはすごいすごいすごい愛知名古屋北海道札幌お三重津お島根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 松江すごいじゃあ、続いて2番の方自慢の方を教えてくださいバイクだバイクどんなバイク乗ってるんですかお CBX だわかんのわかんない CBX 聞くなよじゃあそうはいじゃあ続いて4番の方自慢の方俺は大喜利だよ俺の自慢もうどこ焼くわけ大喜利って、まあ、爆弾ハンバーグとか言ったらえ爆弾爆弾ハンバーグの画面分からんねんけど爆弾ハンバーグって何ライスおかわり自由なところがあるんだけどあこのとこだったら大体20杯から30杯が食えるんだようわすごい20杯から30杯だいぶ違うよ20杯から30杯だいぶ違うそっからがきついねちなみに好きな食べ物は何の好きな食べ物は米米嫌いなものは逆にないやんなえ嫌いなものなんかねえやんなないよ。あるわけねえ。彼女になったら楽やね。何でも作ったら食えるんやから。推しメンとかあるこの中で。ねえ、だから女なんか興味ないって言ってんだ。本当興味ない？興味ねえ。近くで見たら変わる。アイドル可愛いよ。人生変わる。てめえうるせんだって。じゃあ5番の方。うん。俺の自慢は単車の運転で。単車の運転？あ、かぶったよさっきの。ねえ。お前真似すんなおめえ。おめえだろうね。なんだおめえや。あら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 。よしやろうやろうよし。前田の安否大丈夫？前田が見えるから。早落ち着こう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 。ああ止めてくれる。おおおお。おつらやね。前田怖かった？びっくりしました。びっくりしました。びっくりした。さあそれでは、はい、答えをどうぞ4番4番おおなぜなんか
喧嘩も止める男らしさがあったりとか、あとは女の子にはちょっと優しさがあったりとか、この人が外れでも粉を浴びてもいい。あら、ちょっと大島恋しとるやん。4番に本物の男気を感じたマイマイネズミは4番の穴へ。思いは通じるか。さあ果たして4番は本物のヤンキーなんでしょうか。4番は本物か偽物か。びっくりしました。よかった、よかったな。やっぱ男前だね。男前だね。男前。ちなみに大島みたいな女はどう。女だから興味ないよ。興味ないんだ。だって粉かぶっていいって言う。てめえうるせえって言ってんだよ。こんな髪のやつが興味ないんだよ。紅葉一筋の彼もやはり本物のヤンキーさん。本物は残り2人。続いては篠田さん。じゃあ篠田さんに出されるヒントは、はい、こちら。バイク。おお、今からですねこのバイクに一人ずつ、またがっていただき乗る時のかっこよさを見せてもらいたいと思います。なるほど。じゃあ1番からバイクの乗り方ちょっと見せてもらっていいかな。乗り方あるんだ。はい。ちゃんとハンドル持ったら危ない。あ、うるせえでね、この野郎。あ、すいません。さあ、じゃあ2番。そう。これ何、これ何、これ何、ハンドルここですよ。こんなしょぼいハンドルじゃできんの。なるほど。で、おー、はい、すごいハンドル。ありがとう。お前あ、ダセーな、お前。何やだ、お前。ちょっと。はい。はい、篠田さん質問全然いいよ。何個でもいいよ。100個する。紅葉の印を見せてもらってもいいですか。紅葉の印、篠田さん難しい。自分の思う紅葉の印、うん、なるほど。自分の思う紅葉とは。なるほど。じゃあ1番の方からいいですか。自分の思う紅葉とは、うん、浮気しない。浮気しない。それは紅葉。それは紅葉。すごい。じゃあ、2番の方、自分の思う紅葉とは。貫き通す。おー、貫き通す。じゃあ5番の方、自分の思う紅葉とは。決めたことをやり継げる。決めたこと。ちなみに4番の思う紅葉とは。え、女を作んないこと。ちょっと待って。さあ、それでは篠田さん、答えの方どうぞ。本物のヤンキーは、うん、5番です。本物のヤンキーは5番。おお、さあ理由は。なんかあの髪型は普通の人はしないと思うんですよね。5番を本物のヤンキーと予想した篠田ネズミは5番の穴へ。外れれば連帯責任で全員粉まみれ。ところが鍵上げとっけ。はい。それでは5番は本物のヤンキーなんでしょうか。偽物だったら全員粉まみれ。果たして5番は本物のヤンキーなんでしょうか。5番は本物か偽物か。正解。気合の入った彼も本物のヤンキーさん。ついに確率は2分の1に。最後はこの人。さあ、ってなってくるとちょっと難しくなってきましたけども、クソババ残り2人よ。どちらかが本物のヤンキー。どうした。そろそろクソババアもいいよね。クソババアもいいよ。言い過ぎた。じゃあババアにするわ。じゃあババアの、まだいい。ババアの、まだいい。ババア、ババアに出されるヒントはこちらでございます。
メンチ。わあ、これは大ヒントや。残った2人にはお互いにメンチを切り合ってもらいます。その弾力の強さを見破るようにしてください。大丈夫あの2人。あ、そうか、さっき2人でやるんだか。メンチ切らしてもさっきは切ってもらった。それはもうメンチ切るだけだからね。手出すのなしよ。さあ、それではどうぞ。あ、メンチじゃなくても、あ、喧嘩始まったね。喧嘩始まったよ。もう食べてください。食べてくださいやめろ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 。もう一本もう一本。ババア、質問があるなら。好きな科目。え教科ってこと。そうそう、うん、じゃあ一番の方好きな教科は、はい、理科。理科。おろろ。地理じゃないんですか。地理じゃないんですか。地理好き。地理好き。じゃあ緊張さしてからね。じゃあ2番の方好きな教科は何ですか。好きなもんなんかねえ。お、悪いですね。さあもう2択やからね。お、さあそれでは何番ですか。本物のヤンキーは、うん、2。本物のヤンキーは2番。2番が本物のヤンキーだと予想したババアネズミ、いやネズミババアは2番の穴へ。その理由は、なんでまた2番って思ったん。うん、今そのメンチっていうのをやった時に、うん、1番の方が普通の一般人みたいな顔をパッとしたんですよね。あ、表情がちょっと違かったんや。はい、なるほど。ちなみに前田はどっちと思う、1番と2番。あー、1番、私は1番だと思いました。前田は1番だと思う。はい、大島前も2番だと思ったんですけど、うん、さっきのメンチを見て1番かなとかちょっと分かんない。なるほど。さあ篠田さんは1番と2番。私は清人さんだと思います。え、お、清人さん。篠田さんボケた。篠田さんボケたとき。篠田さん、清人はちょっと入ってないけどさ。いいですね。さあ緊張の一瞬です。それでは2番は本物のヤンキーなんでしょうか。待っているのはスイーツか粉まみれか。2番は本物のヤンキーなんでしょうか。2番は本物か偽物か。方はですね、こちらですね。はい。めっちゃ優しいわ。偽物は引っ越しのバイトをやってる方なんですね。ちなみに推しメンっていうのはいますか。小野さんですかね。小野。はい、近くで顔見せてあげる。すごい。じゃあ握手だけでも、握手だけでもしてあげて。あ、すいません。おお、よかった。よかったよかった。さあ、じゃあ1番は結局本物やったっていうことですけどもね。推しメンとかいらっしゃいますか、ちなみに。いない。いない。ちなみに推しメンは。そろそろできた。そろそろ正直にもう言ってくれてる。もうこれ長い付き合いやし、もうなんかこうね。いや、自分最後まで座りますよ。おお。女は好きな。興味はないや。興味ない、全く。全くない。おっぱいとかに興味ない。まあないよ。マジで。もう俺、女なんか興味ないから。めっちゃ動揺してるよ。今 i モードで絶賛配信中。夏にぴったりの新曲 Baby Baby Baby。 キスの前で目が覚めた、その先はお預けさ、いつも同じいいとこで僕だけ一人取り残される、恋はあと少しで届きそうなのに逃げてしまう。
げて